ロイマタ主張の領地は、バヌアツにある世界遺産登録物件である。バヌアツの交渉物語で語り継がれてきた、伝説的な主張であるロイマタの領地だった場所のうち、特にその生涯に、ゆかりのある象徴的な場所、つまり邸宅、死んだ場所、墓の3カ所が対象となっている。これらは、首都ポートビラのあるエファテ島と、その北東に浮かぶ2つの小島に散在している。 ロイマタは、バヌアツのエファテ島周辺の島々を支配していた最高位の主張の称号である。世界遺産の登録対象となったロイマタは、1600年頃に活動していたと推測されている最後の称号保持者を指している。ロイマタは地元で語り継がれてきた物語の中に登場する。それによれば、エファテ周辺で長らく続いてきた諸部族間の構想を収束させ、 エファテ周辺の島々に平和をもたらしたが、弟の放った毒屋に倒れたとされる。1967年の発掘調査によって、墓に関する伝承の正確さは証明された。エファテ等の海沿いの一角に残る遺構で、石の壁などが残っている。ロイマタが死んで間もなかったと考えられる17世紀初頭頃に放棄されてしまったと考えられている。 ケルズ洞窟は、デレパ島にある高さ35メートル、幅52メートル、奥行き47メートルのホラー投げ、伝説では、ロイマタが死んだ場所とされている。洞窟内の壁には彩色された岩絵や、岩国画が残されており、絵の具の放射性炭素年代測定の結果、ロイマタの時代の絵であることが明らかになっている。大きく描かれた人物像の中には、 ロイマタを描いたものが含まれている、可能性も指摘されている。エレトカ島は、エファテ島北東部のハバナハーバーから見渡せる、小さな島で、レトカ島、アルトク島などとも呼ばれる。また、帽子のような形状からハット島という愛称もある。伝説では、ロイマタの墓があると伝えられてきた島で、島そのものが先住民にとっては近畿の土地とされてきた。1967年に、 フランス人考古学者、ジョーズ・ガランジェが地元民の許可を取って、発掘調査した結果、伝承を裏付ける墓が発見された。墓からは巡視者と、応募式多数の人骨も見つかっている。先住民が近畿の地として、居住は、もちろん立ち入ることも忌避してきたため、島には貴重な植物種なども残されている。三つの島にまたがっているため、干渉地域には、ロイマタニ、 ゆかりのある名所のほか、海域も含んでいる。バヌアツ発の世界遺産である。オセアニアの当初には、モアイで有名な文化遺産、ラパヌイ国立公園があり、独立国の世界遺産としては、ソロモン諸島の自然遺産、東、レンネルがある。しかし、独立した当初国家の文化遺産として登録されたのは、この、ロイマタ市長の領地及び同年に登録された。 クックの初期農業遺跡が初である。ユネスコの事務局長、松浦光一郎によれば、世界遺産が真に世界を代表するものとなることを目指したグローバル戦略の一環で、ユネスコとしても太平洋の当初国家に対して登録候補の選定などの協力をしてきたといい、この登録もその延長線上に存在するようである。 人々が語り継いできた物語と考古学的知見が一致を見せている優れた景観として2004年にバヌアツの世界遺産暫定リストに登録され2008年7月に世界遺産に登録された文化遺産としてのカテゴリーはサイトであり同時に文化的景観とも位置づけられているこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし 登録された。バヌーアツ政府は基準が適用できることを推薦理由としていたが、アイコモスはを適用できる根拠として示されている点は、むしろに該当すると判断した。実際の登録基準の適用はそれを踏まえたものになった。ありがとうございます。